はい、このインディアカレーの空き缶を使って、ビーズを作りたいと思います。モムドに壊していきます。これは鉄切り用のハサミですね。鉄ですね、スチールの板になりました。ちょっと洗った水が出てきました。カリンバの中ほどにあるビーズですね。これはこういった鉄の薄い板をくるっと巻いたものをこの中に入れてあります。これを作るのにこういう帯を今切り出しました。はい、こういった鉄の板帯ができました。帯を先端を少し上げます。それをこのステンレスのバネですね、これはトラックのワイパーのバネなんですけど、これを鉄の帯を巻きつけます。で切ります。で、ビーズが出来上がりました。